はい、こんにちは、竹村です。今日はですね、スマートフォンで運転の動画撮影したいんで、どんな道具がいるのか、あるのか、紹介してほしいというご依頼ございましたんで、今日はスマートフォンを車載、バッチリいい動画撮れる道具ご紹介いたしますんで、よかったら一緒に見てください。一応ですね、いろいろはあると思うんですけれども、アリババ、アリエクスプレスで売っている、リンク貼っときます。こういうですね、カメラマウントがあるんですけれども、基本的に GoPro とか、アクションカメラですよね。を車載する用のカメラマウントなんですけれども、ペットアダプターにですね、こういうスマートフォンを、挟んで、こう、アームにくっつけることができるアダプターもついてて、ですね、アリエクスプレスで2400円。国内やったらなんか6000円ぐらい超えてちょっと高いんですけれども、アリババで注文して1ヶ月ぐらい待ってもらったら来ると思うんですけれども、送料がですね、なんぼかはちょっとわからないんですが、かかっても100件ぐらいやと思うんですけれども、これが僕おすすめやと思うんです。で、このアダプターなんですけれども、これですね、いつもアームレストにくっつけてる、このアマゾンで買ってきたカメラマウントなんですけれども、これにもくっつけることができるんですよ。だから、まあ、こういうのが売ってたら、まあ、これだけ買って、別でこういうのを買ってもいいですし、まあ、これを一つ買うっていうのもありかな、みたい。じゃあ、どんな感じで撮影できるのか、ちょっと一緒に見てください。一応、スマホのマウント方法はただ単に挟むだけなんですけれども、大丈夫か？傷はいかないですね。ここ、なんか柔らかいパッドが入ってるから、傷は大丈夫です。ビヨーンと伸ばして、こうするだけですね。あとは、こうぐるぐる回して、こういう感じにして、それでまあ、こういう感じにくっつけるんですけれども、運転席側にですね、つけちゃうと、パーキングとか入るときにこれが、当たって窓開かないから、助手席の方がええかなみたいな。どうなんやろう。でも、マニュアル操作とか、見てもらいたいときは、こっちの方がいいですよね、絶対に。こういう感じで。GoPro もいけるんですよ、これ。すいません。スマートフォン、録画なってなかった。ちょっと。前に関西スーパーの方をドライブ行ってきてって言われとったんで、関西スーパーの前通りましょう。関西スーパーのドライブの動画っていりますかね。また改めて撮ってきます。すいません、もうすぐそこなんですけどね。ほっほい。よいしょ。ブレてはないと思うんですよ。で、これを今 GoPro で映してる、こう何でしたっけ、ヘッドレストマウントの方にも付けられます。ただね、ヘッドレストに付けちゃうと、ホワイトバランスがね、ちょっとこう、夏場とか日差し強いところとかやったらホワイトアウトしてまうかもわからないんですね。だから、微妙ですね。 iPhone やったら飛べへんのかな、白飛びせへんのかな。以上、関西スーパーです。で、今ちょっと窓開けられないんで、ちょっと駐車場はちょっと入らないです。すいません。ぐるっと一周。あれ？僕今日ガソリン入れたんやったっけ？忘れた。満タンなってる。最近ね、朝ちょっと記憶力がめっちゃ悪くて、ガソリン入れたかどうかもうよく覚えてないみたいな。で、今満タンやからガソリン入れたんでしょうね。多分。昨日やったかな？忘れた。どっちやったかな？今日やったかな？あれ今日入れたんやったかな？ガソリン。うわぁ、思い出されへん。
後でちょっとレシート見てみます。昨日やったか今日やったか。ほんまアホや。もう、あら、ここ今日休みなんちゃう。空いてるで。知らんけど。いや、一応ライバル店なんです。ライバル店、喫茶店です。向こうはライバルやとは思ってないかもわからないですけど。おいよ、おいしょ。まあこんな感じですね。どんな感じで映ってんねやろ。ね、使ってるスマートフォンはね、OPPO 9 Pro っていうやつ。割と重たいです。でも、こう、割にしっかり固定されてて、ブラブラならない感じですよね。あの坂からね、勢いつけて、ブッシューって行く自転車がおるんですよ。この、駐車場の出入り口のキワキワ。だからもうほんま、もうほんま最近ね、気が抜けないというか、もう出るときちょっと、ちゃんとウインカーつけとかんと気ついてくれへん。そのまま、ミサイルみたいに突っ込んでくるときありますから、たまらないです。こんな感じですかね。よいしょ。以上です。これはね、アリババで2400何本なんですよ。今、円安も収まってるから、今、買っといた方がええかもわからないですね。円安の時にちょっと値段、アリババ全体的にちょっと上がってたかなっていう感じがするんですけれども。とりあえず、以上です。以上、スマートフォンでドライブの動画を撮るときに、まあ、ちょっと僕使ってる道具の紹介でした。他にもいろいろ合うかもわからないんですけれども、やっぱここのアームがね、細かったら、ちょっと、重たいカメラとかやったら、ブヨンブヨンってなる、ビヨンビヨンビヨンってなるかもわからないし、このアマゾンのこの、車載マウントあるじゃないですか。これ、ちょっとね、ここが最近ちょっともう、弱くなってきて、GoPro にバッテリー入れとったらね、ビヨンってお辞儀しよるんですよね。で、割にね、これ、こう、ビヨンビヨンビヨンってなるから、こっちはまあ、こっちつけるんやったら軽いカメラの方がいいかな、みたいな感じです。以上です。次は、そうですね、大阪市内のドライブとか、リクエストありましたんで、また撮影してきますんで、よかったらまたまた見てもらえると嬉しいです。すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。